ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。僕は今ザ・ファーストテイクでもおなじみ100万円超えの超定番真空管マイクノイマン U67 に向かって喋っています。100万円のマイクの音はいかがでしょうか。今回、ノイマンの日本販売代理店でありますゼンハイザージャパン様に、お声かけをいただきまして、あまたのレコーディングで使用される超定番高級真空管マイクノイマン U67 セットをお借りすることができました。まあ、なんせ今定価で買うと110万円ぐらいかな、気軽に買えるような金額のマイクではございません。僕も購入できる見込みは今のところ全くございません。ですので、いつもの購入を検討する際の参考にしていただけると嬉しいですみたいなね、そんなスタンスのレビューではなく、100万円の真空管マイクの音みんなで聞いてみようやみたいな、そんな感じでお送りしたいと思います。マイクを立てたまま歌ってみたり、ギターを弾いてみたり、感想を喋ってみたり、ゆるくやっていきます。隣にはですね、シュアの SM4 という最近発売されたばかりの、まあ初心者でも手の届くような価格の4万円ぐらいで買えるのかな、それぐらいのコンデンサーマイクを並べていますので、行ったり来たりしながら喋ってみたいと思います。ぜひ100万円超えのマイクの実力を堪能していただけたらなと思います。全体的に音量差がちょっと大きくなると思いますが、無加工の音をお届けした方が、まあ、有意義かなというふうに思いましたので、 EQ やコンプレッサーなどの処理は一切しません、しておりません。プレイヤーの音量を適宜上げ下げしてお楽しみください。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。チャンネル登録5万人を目指して頑張っております。有意義な動画、有益な動画どんどんアップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。100万円のマイクでお願いしております。まずはですね、僕がお借りしたノイマン U67 セットについて簡単にご説明ご紹介をしたいと思います。 U67 には年代別でいくつかモデルがあるみたいです。で、今回の僕が借りた U67 セットっていうのは最近まあ新たに復刻モデルとして発売されたもののようで、1960年から1971年に製造されたものに倣ってまあ作られているそうです。真空管マイクには専用の電源っていうのが必要なんですけれども、その電源もですね、今回のモデルに合わせて新型になったそうです。で、この新型の専用電源っていうのは過去の U67 にも使用できるとのことです。はい、ここまでね、普通に喋ってみました。ちょっとシュアの SM4 の方に移って喋ってみましょう。僕の、モニターもちょっと切り替えたいと思います。はっはっは、マイクチェックです、マイクチェックです。聞こえますでしょうか。今シュアの SM4 で喋っております。まあ、大体、原因合わせてはいるんですけれども、まあ、多少音量差は出てしまうかもしれません。いかがでしょうか。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。チャンネル登録5万人を目指して頑張っております。有意義な動画、有益な動画、どんどんアップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。4万円のマイクでお願いしております。ははは、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。100万円のマイクでお願いしております。はい、こんな感じですね。まあさすがにね、音質、まあサウンドキャラクター、違うかと思います。僕も今自分でモニターしてて、ああもう全然違う音だなっていう風には、感じております。はい、ただまあ同じようなトーンで喋っているだけだとね、ちょっとそのマイクの違い、良さっていうのがわからないかもしれないので、ちょっと、アカペラで歌ってみようかなと思います。音量大きくなるかもしれません。まあある程度ね、調整はするんですけれども、まあ、エフェクトはかけずに、音量の調整はするんですけれども、ご注意ください。
はい、ノイマン U67 に切り替えました、なんとなしに歌ってみたいと思います。みんな思ってるよ思ってるよ思ってるよ、立ち込めてたキリンは晴れた、あーなんだか今日はいいことありそう、多分ね割れてないはず。ちなみにですね、オーディオインターフェースは、先日購入したばかりの、発売されたばかりの、ユニバーサルオーディオアポロツイン X Gen 2を使っております。で、ゲインの設定には、Gen 2で追加された機能であるオートゲインの機能を活用させていただきました。はい、勝手なイメージ作って裏切られたって驚いて、いつからだろう、確かに僕は君のことが気になってる。はい、まあこんな感じで歌歌ってみました。じゃあ、隣の手話 SM4 に移ってちょっと同じように歌ってみたいと思います。みんな思ってるよ思ってるよ思ってるよ、立ち込めてたキリンは晴れた、あーなんだか今日はいいことありそう。はい、いかがでしょうか。まあね、同じように歌ってみようとは思ってるんですけれども、やっぱりモニターから返ってくる音がもう全然違うので、なかなかね同じ気分で歌えないっていうのはありますね。やっぱり U67 の方が、中低域、声の身の部分っていうのがすごく、分厚く、返ってくるなという、そんな印象がありますね。SM4 に移ってくるとちょっと声が薄くなったかなっていう感じがして、あとは若干なんかナチュラルにコンプかかったみたいな、こうみちみちっとした、圧縮感みたいなのもちょっと感じるかもしれません。勝手なイメージ作って裏切られたって驚いて、いつからだろう、確かに僕は君のことが気になってる。はっ、どうでしょうか、いかがでしょうか。まあ違う音だよねって感じですね。はい、またちょっと U67 に戻ってみたいと思います。居酒屋お座敷、君が昼を脱いだ時、大好きだもう認めなきゃって僕は思ってんだ。はは、今多分ね声わーって張り上げたところでね、若干ピークオーバーしてしまいましたね、歪んでしまったと思います。まあこのね歪んだ感じっていうのもちょっと一応残しておきましょうか。はい、U67 でございます。同じようなフレーズを SM4 でも歌いたいと思います。居酒屋お座敷、君が昼時、大好きだもう認めなきゃって僕は思ったんだ。いやなんかねちょっと気分があれなんで、気分が上がるので、せっかくだからちょっと U67 に切り替えて喋りたいと思います。はい、U67 に戻ってきました。なんかね、まあパッと使い始めてもう第一声を出した時に、あ、これ知ってる音だみたいな、何の文句もないみたいなね、そんな感じがしたんですよね。まあこの例えがねちょっといいかはわからないんですけれども、幼い頃に、生き別れた母に再会したみたいな、あ、この人お母さんだみたいな、そんな感覚に、僕は陥りましたね。まあこの U67 っていうマイクは、僕が、これまで好きで聴いてきた音楽、
にたくさん使われてきたマイクだと思います。まあ皆さんもね、冒頭でザ・ファースト・テイクでおなじみみたいな話もしましたけれども、ファースト・テイクにしょっちゅう映ってるマイク、これなんですよ。まあ、人によってはね、違うマイク使ったりするんですけれども、ということで、まあ皆さんも多分聞きなじみがある、まあ、世代問わず、この U67 の音っていうのは聞いてるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとアコースティックギターとかも撮ってみましょうか。セッティングを変更いたしますので、少々お待ちください。はい、今ね、胸元につけている、いつも僕が動画撮影で使ってる DJI マイク2というワイヤレスマイクに切り替えてみました。今このギターのセッティングをしている間だけね、切り替えてみました。はい、普段は、これにまあ、エフェクトしっかりかけて、割とコンプでギチギチに潰して、音作ってます。で、ちょっとね、マイキングが大変なので、立った状態で、マイクの高さは腰元この辺にして、僕が動いて演奏してみたいと思います。ヘッドホンのケーブルの長さが微妙に足りない。はい、まあこれぐらいで大丈夫か。はい、今 U67 の方で演奏しています。はい、まあだいたい12フレットぐらいをなんとなしに狙って、で、まあマイクとの距離は20センチぐらいですかね。久しぶりにギター弾くのでだいぶ下手くそですね。で、これあれだね、映像僕のアップにしとく必要ないね。足元、ギターとマイクが映ってるっていう状態ですね。はい、もうちょっと U67 の音を聞いていただきましょう。弾きもしてみましょうか。はい、よいしょ。すいません、ギターのね、ストラップのきしむ音が結構入っちゃいますね。失礼しました。では、SM4 に変えてみます。今 SM4 に変えました。ちょっとマイク高いかな。はい、で、まあ体ごとずれてですね、この辺で弾いてみようかな。感じです。結構あれだね、指向性が違うかもしれない。まあ今日の動画はずっと、ノイマンの U67 は指向性カーディオイドで使ってるんですけれども、この SM4 がね、結構指向性が鋭い、カーディオイドだっていうような話もあって、それで、
僕今こうね、あのマイクの上の方でマイクに向かって喋ってるんですけども、さっき U67 をモニタリングしてた時の方が結構音が大きく返ってきてたなっていう印象がありますね。もう指の腹が痛いです。あれだね、気持ちに腕が指がついていかないって感じですね。もうちょっとギター弾かなきゃダメだな。はい、もうちょっとガシャガシャ弾いてみようかな。SM4 弾いた後にまた U67 戻って、まあ締めに向かっていこうかなと思います。やばい、バレエコードがもうビビりまくり。はい、こんな感じでございます。では U67 に変えます。はい、こんな感じにしときましょう。はい、いかがでしたでしょうか。このマイクですね、動画を撮ったら、ちょっとしたらもう返却をしなければいけなくてですね、非常に名残惜しいでございます。100万円のマイクさようならって感じですけれども、まあいつかね、まあ今ねちょっと、まあ、いろんな物価高とか、あとは物価高ってなんだろうな、為替の問題とか、あとはそのマイク作るための部品とかの価格の高騰で、結構ねマイクの値段数年前と比べるとぐんと上がっちゃってるんですけれども、まあでもいつかは、このぐらいのレベルのね、もう1本持っときゃ1人前みたいな、どこに持って行っても何の楽器に使っても間違いないぜみたいなマイクを、買って買える日が来ればいいですね。一人前になってね。はい、まあやっぱり定番って言われるものはいいですわ。はい、定番で高いものにはまあ理由があるというか、いい音だなというふうに思いますね。はい、まあでもこの U67 サウンド、今日聞いてもらって結構まあ喋ったりなんだったりいろいろしたので、これをまあサンプルに、U67 をちょっとまあイメージして作られたようなマイク、いろんなメーカーから出てますので、そういったマイクを比べてみるとかっていうのもいいですし、いや俺はもう、一世一代、勇気出して、いや勇気なんて出さずともこんなもんは何本でもこうたるでみたいなね人はぜひ、購入するといいんじゃないかなと思います。お金がある人はいいもの買いましょう。はい、なとこですかね。で、ちなみにですね、このノイマ U67 はですね、やっぱ100万円のマイクだけありまして、もう100万ばっかりってね、もう値段の話しかしないって感じですけど、こんなですねアタッシュケースみたいなのにね入ってきました。やばいよね、かっちゅうね。この中に、マイク本体と電源が、電源とあとマイクホルダーですね、収納できるようになって
ております。でちゃんとね鍵もねついてます。はい、すごいね。そんな感じで、本日は、ゼンハイザージャパンさんからお借りしましたノイマン U67 の音をたっぷり聞いていただきました。ああこんな音するんだ、参考になれば幸いでございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作の励みになっております。どうぞよろしくお願いします。100万円のマイクでお願いしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画で100万円のバイバイ。